三戸八万宮は、茨城県三戸市八幡町にある神社。正式名称は、八幡宮である。古くは、白旗山、八幡宮、または、白旗山八幡宮と呼ばれていた。旧社格は、県社。創始以来の三戸城主代々の数傾社で、日立国水府総鎮住とされてきた。東茨城大地の田部、中川うがんだん宮にある。 水戸市八幡町に鎮座する。境内の、列をおず見所からは、遠く日光、九時の連山、中川を眼下に望むことができる。元旦にはここから初日の出を望む初日出漁大公記をしばらい式が行われる。かつては、水戸城の最外堀がすぐ背後にあった。社地は戦火を逃れ、国の重要文化財の本殿。 国の天然記念物のお初会長をはじめとして、数々の文化財と鎮守の森が保たれている。春は桜、初夏は、ホワ園の周辺という土地柄もあって、紫陽花が咲き、秋は紅葉、紅葉の名所となる。茨城百景、茨城観光百選、水戸百景などに選定されている。犬居都生まれの一代の守り神としても有名で、 県内外から参拝者が訪れる。霊祭は4月15日に行われる、霊体祭である。水戸黄門祭りでは、御子が徒御される。竹内宿根神社、天馬宮、水天宮、淡島神社、稲荷神社、琴平神社、二神宮、松尾神社、三島神社、石村神社、青祖神社、稲荷神社、秋葉神社がある。水戸八の祭神は、 文禄元年、佐竹義信により、日立大田市馬場にある馬場、ヤワタグから誕生された神である。馬場、ヤワタグは天行四年、源、頼地下の凱旋にあたり、五霊勢天皇が各地に誕生した岩清水、ヤワタグの分社の位置と伝えられている。佐竹正義が、同地の領有後、大田里の宗者と定めてから、佐竹隆義と、 佐竹義重が社殿を造営するなど代々数形した。府県合社、明治神社資料には、佐竹氏が大田を領有した際、鎌倉八幡宮の分娩を勘定したとする伝承が、平記されているが、現在、この遺書は、同市内の若宮八幡宮に属するものとされている。なお、佐竹氏の八幡信仰には、バばバ、 八幡宮に代表される岩清水、八幡宮から感情を受けた古い系統と太田の若宮八幡宮に代表される、鎌倉八幡宮の感情を受けた新しい系統があることが知られているが、これは、大江14年に、藤原氏系の上杉氏から佐竹義人が、婿養子用として、佐竹氏を継承した際に、上杉氏ともつながりが深い鎌倉八幡宮に、 感情元を切り替えたことが影響していると考えられ、水戸の若宮八万宮の由緒は後者に属すると考えられている。天正19年、佐竹義信が江戸市を滅ぼして、水戸城主になると、翌年の文禄元年、馬場、八幡宮の文霊を、水戸城中に放祭した。これが、水戸八万宮の創始とされている。後に社地を、城西大阪の八和工事に移し、 慶長三年に本殿を建立し、水府総鎮守と定めた。これにより、八幡工事の正法は、シャチ、および、シャム、六、友州し主等の住所となった。水戸八幡宮の社名は、後世の水戸徳川家の自社改革で編纂された、鎮守町には、若宮八幡と記録されている。新編日立国史には、 漢文三年の寺院改め朝を案ずるに、シャムベッドを、光明院と言い,い、白畑山たらじとゴースとある。当時、シャム及び六、友州衆は、同じく、九時郡大田村から移った、光明院の車窓に、管理されており、八幡宮は、神仏根高の社だった。この寺院の三号が、白畑山の由来になったと考えられる。慶長七年、佐竹氏が、 出は久保大半に違法となった。この時、光明院も秋田に移ったが、水戸には、水戸八万宮及び光明院の車窓が残った。慶長14年、水戸徳川家の祖である、徳川頼草が水戸に封ぜられ、引き続き水戸下市及び常磐村の鎮守となった。寛永2年、徳川頼草が、車職福田坊を罷免し、吉田神社社森、 田所では清長の一南修理清重を任命した。以来、現在に至るまで同家が、社職を承継している。漢文5年7月11日、領地主院上で、八万宮両三百国及び宮、巡る三輪地区牧所役免除の確認がなされた。元六七年、水戸徳川家の自社改革を受け、八幡工事から、中西村に先座した。 これに対し、新植事故の西願島があり、宝永六年、現在の社地である八幡町に、再び先座した。当初は、水戸八幡宮に至る、道の突き当たりを宮所のとする予定であったが、白鶴人はが舞い降りて、数国翼を休めたため、これを霊髄と見て、西方の現在の位置に改めたという伝承がある。一時先座した。 中西には、中西神社があり、水戸八幡宮と同じ八幡神三座を祀っている。水戸八幡宮の最先座に月九旧市に創始したとも、潜在以前から八幡社があったため合祀したとも、伝えられている。なお、年代は不詳であるが、室町時代に、佐竹義人から、鎌倉の八雲神社に宛てた書状に、中西八幡館という文言が登場しており、 佐竹義人が誕生した若宮八幡宮がここにあった可能性も指摘されている。いずれにしても水戸八幡宮の分霊を祀る神社と言える。また、八幡宮領三百国は、陳珠町によれば、城中西村と下中西村の村高に編入された。新編日立国史によれば、光明院の名跡に進退され、後に、同地の泉山報道院。 法岩尾寺に移ったとされている。近代社格制度が始まってからは、明治6年に、豪社、明治12年7月に県社に、列格した。平成10年、本殿の修復工事が行われた。三戸八幡宮が影響を受けた、三戸徳川家の自社改革は、徳川三国の漢文年間と、徳川綱枝の元六年間の二期にかけて実施された。主な政策は、 漢文年間は、寺院整理及び、市村はじめ鎮守制の確立。元六年間は、神社からの仏教的性格の払拭だった。自社改革のうち、神社に関わるものを、神社改め、鎮守改めというが、八幡社の開廃が際立つことから、八幡改めとも言う。非難がましく言及する場合には、八幡つぶしということもある。この時の、 徳川三国の見分により、祭人、身体、社名等を改めたうんという由緒を持つ神社は、八幡社に限らず、茨城県内各所に存在している。なお、八幡社が、標的にされた理由としては、八幡信仰が、神仏集合と密接であったことに加え、三戸徳川家の前に500年近くにわたって、三戸藩域を支配してきた佐竹氏が、地域の土着神や、 旧来の豪族が崇敬する神に変わる形で、八幡社を広めた経緯があり、旧支配層との関係を断ち切る意図があったとする、指摘もある。漢文3年以降、徳川光国により、水戸藩領内の自社調査が実施され、調査資料に基づき陳述と各宗派の会期帳が返纂された。漢文5年に、寺院奉行を設置し、翌年から、 自社調査に基づく大規模な人員整理を実施し、破却庁が返済された。対象は無断化もしくは無重といった経営の不安定な少子、僧侶の不行績が目立つ人員、信仰非合法の人員等だった。破却庁によれば約6割に及ぶ1433人が整理を受けた。自社改革は都市政策を兼ねており、城下町整備のため、 水戸城下21時が2時に整理された。水戸八幡宮の社地の変遷からも、自社改革の都市政策的な側面が伺える。水戸八幡宮がある八幡田町も元は寺院であり、漢文6年に、本領寺、本殿寺、上園寺、次元院が破却された。結果、新割として宅地化された。社地にあたる部分には、蓮の寺、本行寺、本宝寺があり、 レンノリー寺は、源那三年、本行寺は、帝徹元年、本宝寺は、宝永元年にそれぞれ各地に移された。一方、水戸八万宮の旧地である、八幡田孝寺は、や、城、馬場一氏の幼地及び、諸氏の宅地となった。元六八年から翌年にかけて、神社からの仏教的性格の払拭を狙い、村陳樹の採取を神官に限定すること。 身体としての仏像の禁止、別当の廃止、八幡社の廃止等が実施された。追跡調査に基づき、珍珠町が編纂され、その神社の来歴が、構成においても分析できるようになっている。八幡社が標的となった背景には、八幡信仰の持つ神仏集合的性格のほか、旧領主佐竹氏の氏神であることから、俗にその影響を排除するためとも言う。 しかし、八幡社は源氏を名乗る徳川家の氏神でもある。また、水戸藩内における八幡信仰の拡大は、佐竹氏の支配下ではなく、むしろ漢文年間の自社改革を受けて、顕著になったものである。漢文3年から元禄9年にかけての、約30年間に、八幡社は40社から105社へと2倍以上に増加した。玉室の論文では、漢文七年に、 徳川光国が、吉田神社と聖神社のシャモリを京都に派遣し、吉田神道を学ばせていることから、元本州元神道が唱える、半本寺衰弱説の推進が、政策の動機であり、これに加えて、藩主の氏神を、村鎮守とすることを禁じたためではないかと、推測している。八幡社の開廃は徹底したもので、元六年間の自社改革の結果、 105社の八幡社のうち101社が整理を受けた。内訳は、敗者が6社、新面変更が86社、合志または、節末社としての潜座が9社だった。新しい祭人としては、吉田明神、鹿島明神、清明神といった水戸半領内または、日立国の有力者が大半を占めた。特に吉田明神が顕著であり、これは、 水戸徳川家の数計が扱ったほか、前期の通り、シャモリによる、制作協力の影響とも言う。取り潰しを免れた四社は、多賀氷安良川村の荒川八幡宮、九慈郡馬場村の馬場八幡宮、九慈郡大田村の赤宮八幡宮、城下の八幡宮で、うち三社は、佐竹氏と関係の深い神社である。安良川、八幡宮に対しても、文明十一年。 佐竹氏が38巻分地を寄進したという記録がある。ミ戸八幡宮本殿お初期委ありがとうございます。